シギダチョウカは、長考、シギダチョウメに分類されるとが、IOC ワールドバードリストやクレメンツチェックリストでは、本科のみで、シギダチョウメを構成する。一方で、バードリフインターナショナルでは2020年の時点で、本科をダチョウメに分類している。メキシコ南部以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸最小種は、豆シギダチョウで、全長15センチメートル。 オスよりもメスの方がやや大型になる。頸部は長い。尾葉は短い。くちばしは細長く、下方へ湾曲する。第一子は、第二から四子よりも髪型にあり、小型で種によっては退化している。小学類の中で唯一、竜骨突起を持ち胸筋が発達し、短距離なら飛ぶことができる。伝統的に、単独で、シギダチョウ目を構成してきた。古行外型の郊外を持つため、 ダチョウ目などとともに古学類に分類される。かつてフルアゴ類は、竜骨突起を持つフカムネ類カレネティと、竜骨突起を失ったタイラムネ類ラチタエに分かれ、互いに姉妹群だと考えられていた。マイールはその考えに従い、タイラムネ類の目を統合し抗議のダチョウ目とし、シブディ分類もそれを踏襲した。しかし DNA シーケンス解析により、タイラムネ類は、 側系統であることが判明した。ダチョウ目以外の古学類が単系統をなす。可能性が高いが、シギダチョウ目の姉妹群が、レア目なのか低いドリメキーウイ目なのかは、不確実である。シギダチョウという名に反し、ダチョウとは特に近縁ではない。以下の分類、英名は IOC ワールドバードリストに従う。和名は山品に従う。森林や低木林、 草原などに生息する。地表性。走行は得意だが、持久力に乏しく、短距離しか走行できない。飛翔することはできるが、飛翔力は強くない。危険を感じると地面のくぼみや茂みに逃げ込み静止する。消化器官の内容物の調査から、植物の芽根、果実、種子、昆虫などを食べると考えられている。繁殖様式は乱生。 婚姻様式は主に一夫多妻。地面のくぼみに直接産卵するか、くぼみに草や木の枝を敷いた巣に卵を産む。1から12個の卵を産むとされるが、口実する理由により複数個体が産卵した数だと考えられている。一つの巣に複数羽のメスが産卵することもあり、一羽のメスが複数個の巣に産卵することもある。オスのみが放卵、育数を行う。 生息地では食用とされることもある。森林伐採や農地開発の焼きによる生息地の破壊、狩猟などにより生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。